それもただの鍛冶師じゃない。鍛冶を極めた者が名乗ることを許される名将にして、失われた神代の武器を鍛える古将、孫二つを極めた神将、凡脈の鍛冶師に並ぶ者なき至高の頂、それがわちらの親父じゃ。何か歌って…火花は生まれ闇が舐めとる踊る金槌歌う鉄トンパラカンと真なる名と姿を得た。その名も渡月上弦、そして渡月下弦。